あいつならこんなホタルの大群を見たらいろんなことを教えてくれるんだろうな。しかいないでしょ、知りたいことからどうでもいいことまで楽しそうにさ。俺にはできない技だわ。この風景を見ても綺麗くらいしか言えない。こいつらの昼間の姿見たらちょっと引くけど、俺はさ頭良くないし、なんか怪しいし、学校じゃネクラみたいな感じで、ダーホンみたいにポジティブシンキングを表面に出せない性格だけどさ、あいつに恋愛で負けるのだけは絶対に嫌だ。ダーホンには絶対負けねえ。ねえ、ミー君のどんなとこがいいの？個人的な興味。思い立ったら吉日じゃないけど、今なら聞けるかなって。確かにミー君ってイケメンだし、実は話せば話すほど話題のチョイスもセンスがいいのがわかるし。そうそう、モテる要素は十分にあるんだよね。ただ、本人はそういう世間一般で受けそうなモテキャラには興味なさそうだけど。でも、君はそんな表面的な部分を好きになったわけじゃないでしょ？多分、俺が気づいてない、ミー君のいいとこに気づいたんだと思う。だから君は、うん、なんか苦しくなってきた。わ、今度はドキドキしてきた。やっぱり君って最高！こんなにも心と頭がせわしなく動くの、君といる時だけだよ。だから、うん、ミー君に黙って譲るなんてできそうにないな。